私の手相ですね、手相に、これまでの人生で見たことのないような線が突然現れたんですよ。ちょっと調べてみることにしました。ここですね。こう四角形ですね。こう四角形がね、手相の中に現れたんですよ。四角門と言われるらしいですけども、今まで私の手相の中でこの四角門が現れたことっていうのはね、なかったんですよ。意味を調べてみると、四角門というのは悪くないらしいんですね。何か、守護的な、守ってくれる、そういうような意味があるらしいんですけど、この場所がね、微妙なんですよね。もうちょっと上とかね、もうちょっと下だったらはっきりした意味がわかるんですけど、ここにあるのは何だろう。で、ちょっと下を見ますと、ここにね、こう運命線があるんですね。これ運命線、運命線はこの辺、この辺から始まって、この辺で終わってるんですけどもね、こっちの方が年が若い方なんですね。だんだん年をいってきて、ここで途切れてしまってるんですね。ここにこう四角門が現れたというのは、こう今までこう途切れてった運命線をこう補う役割があるんじゃないかと思います。このちょっと上に薄いね、線があるんですけど、この途切れてるところをこうつなぐようなね、意味があるんじゃないかなと思います。というわけで、今後運気が開けていくんじゃないかという予感がしております。四角も、私の運勢にいい影響があると信じたいと思います。